ミュージカルヒーローみたいなのも本当にいっぱいいましたよ。僕はあの70年代の初期にこう中学生の一番多感な時期だったんで、その頃流行ってたあのレッド・ゼッペリンとかディープ・パープルとかプログレッシブロックですね、エマソン・レイク・パーマー、イエスとかクリムゾーンとかピンク・フロイドとかエルトン・ジョン・カーペンターズポール・マッカートニー、スティービー・ワンダーとか、もうそこら辺が全部同じぐらいこう自分に影響を与えてると思う。72年代のエルトン・ジョンに僕がなりたかった理由っていうのは、多分僕が初めて買ったアナログレコード LP がエルトン・ジョンのホンキー・シャトーっていうアルバムだったんですね。でそれがやっぱりこうこの若い男にはすごくこう強烈なショックを与えて、うわこんなことを仕事にもしできるとしたら素晴らしいなと思って、エルトン・ジョンの「ホンキー・シャトー」っていうアルバム、これが72年だったと思うんですけど、あれは多分かなり僕の人生に影響を与えてますね。